ウェイス、こんにちは、でーす。今回ですね、バズのウルトって、なんか当てたら最大 1.5 秒間敵気絶するんですよね。で、つまり、このウルト当てられたら敵は全員死ぬと。で、このバトラープラスで、このウルトをね、構え続けてたら、敵誰も近づかないんじゃねー説がありまして。で、なんか今回ね、漆黒のファンタジーっていうめちゃくちゃいいマップが来てたんで、とりあえずね、このバズ使っていこうかなと思います。さあさあ、この戦略で一番大事なのがキューブを取ることなんですよね。でキューブ取ると、あのウルトの圧とキューブの圧でめちゃくちゃ怖いバズができるんですよね。このサングラスつけてる時点で元ヤンっていうのがバレバレなんですか。まあ落ち着け落ち着け。いや、ガジェットやりすぎちゃう。オーバーキルやって2対1でボコボコにしてくるやん。はい、脱出。はいはいはい、こっからまあ左に敵が来てる。待って、やばくね。ちょ、お前らウルト溜まったら知らんぞ。おおいおおい、ウルト溜まったら知らんぞて。ガテね、ちょっとね、多対1 敵いっぱいいると苦しいことが分かったんで、とりあえずこれはリロード3発使ったんで、これ倒して、いけるいける、俺ならいける、俺なら、俺は2ならいける。よし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 、よくやった。で、もうウルト溜まってるんで、さあこれは構え続けておきたいところなんですけど、あの構え続けて変なところになんかウルトぶん投げて死んじゃう可能性あるんで、それだけ気をつけて、まあ、さっきそれで死んだんですけど。おいおい、サージ君、無駄な抵抗はやめた方がいいんじゃ。おおお、やんのか。お、待って待って、嘘。お俺はやる側じゃなくてやられる側の人間やったんや。さあそろそろ成功しておきたいところなんですけど、まあ、敵にジーンがいると。でジーンはですね、全然戦ったりも勝てるんですけど、とりあえずウルトダメしとか。あ、箱壊し協力してくれるタイプのジーンね。そういうことやね。俺はお前と戦いたくはないぞ。戦いたくはないよ。君負けるよ。こっちウルト溜まったら絶対勝てるから。よしよし。あ、箱めっちゃ攻撃してくるやん、こいつ。箱越しに攻撃当たると思ってね。まあいいや、こいつはそっちを育てておくか。もういつでも倒せるけど、いつでも倒せるけど、こいつちょっと育てとくか。おお、お前俺の陣に何しとん。やんのかて。いつでもお前の命はめっちゃ陣狙ってくるやん。めっちゃ来るめっちゃ来るめっちゃ来る。お前いつでもマジウルト貯めたら絶対勝てるんですよね。なんでとりあえずウルト貯めに行きましょうか。でここでガジェット使っちゃうと半分ぐらいウルト貯まったのがパンになっちゃうんで。またお前かい。またお前かい。実家のような安心感。さあこいつでウルト貯めたいんですけど、めっちゃ殴ってくるから。おお、シェリーは美味しい。おーしよ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 し。さあこうさっきからちょくちょく殴ってるけど勝てる気がね。そうそうそう、おーおーおー、よくやよ。そうそう、あの俺じゃない敵をね攻撃しなさい。いつでも倒される命なんやから。めっちゃガジェット使ってくるやん。ウルトで吸ってくるやん。しかもこいつはもう死刑。こいつは死刑。コルト君、いつでもやれるんだからこっちは。あまり調子に乗らない方がいいとちゃう。待って待って待って、待って。お、最強の権限を手にしたところやのに。ふざけてたらあかん。ちょ、真面目にやろう。棒は餌でしかねえ。棒は餌でしかないんで、とりあえずこれ箱壊して、でこの箱も一つでも取らせない。一つもあげんよ君には。でこれ取って、オッケーオッケーオッケー。でキューブ3までいけ。でいきなり真ん中行って、でちょっとねいい作戦思いついた俺。あの真ん中で、あの銅像みたいに立ちすくむ、奈良の大仏みたいな、あれぐらいの威風堂々。こうやってこうね、あのウルトも変な方向にやっちゃう癖が時々あるんで、それまあゆっくり溜めていって。さあさあ、ここにここのタラは優しい。よし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 。いつでも倒せるんやけどな、お前の命なんて。ウルトさえあれば。よし、たまりましたと。オッケーオッケーオッケー。おーおーおー、影分身で邪魔してくるが、しかしで、こっから、あー、こっからなんよ。こっからまあ敵が4人なんで、ここで構える。ここでこの辺でほら、ここで構えたらほら、もう誰も近づかんやろ。で俺に近づかなくて外回りをね、いる敵は敵同士で戦い合うと。こういうことなんですよ。え、めっちゃ暇やん。誰か来いて。いや、俺の戦略で一つ欠点があったとしたら、これは動画向きではないってことやね。もう敵、あのタラ、1ミリも動いてないもん。で、これね、一応ウルトで、あいつに当てたら気絶するんですけど、気絶するけど倒せねえしな。他の敵どこ行ったんやし。さあさあ、レーダーが反応してますね、こっちに。
ビンビン反応してるんで、とりあえずさあどうしよう、いつでも倒せるんですけど誰から倒していこうで、 M ズはね全然危険性がないんですよ。で下に、あー B か、こいつちょっと危なそうやな。で上にタラか、 C というのはお前やな、さよならさよなら、すまねえすまねえ、犠牲になって、待って、まずい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 、倒れてくれ。うわーマジか、一匹目はこいつを倒すべきやったか。さあさっきの作戦を結構やったんで、もうねだいぶ上手くなった。もう負けん、もう二度と負けん。待って、このジーンもか、なんかジーンってやたら攻撃したがるやん。諦めたか、よしよしよし、ここでキューブ取って、やっぱねキューブを一番持ってるやつから倒しに行くべきなんですよね。で B とかやと弾避けれるんですけど、 M ズとかやとね弾避けれないんで、そういうやつから倒していきましょうか。さあ来たよ来たよ、そして定位置、あーちょっとあいつおるけど、さあここで威嚇して、おー近づくな近づくな、撃ってもいいのか。おいスパイク、おいスパイクめっちゃいい感じの距離感で保ってくるやん。おお来んな、マックス来んなお前。でもスパイクめっちゃいい感じで撃ってくんのやめて、おいチクチクするで。まあいいやろ、ちょ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 、うーっとしいなおいうっとしいなおい。でもほら真ん中に俺がいるからさ、ウルト構えた俺が、誰も近づいてこねやべえ、占拠してもうたこのボロスター。ちょいちょいちょい、チクチクすんのやめろて。おうおうおいめっちゃ喧嘩売ってんなおい。え、いつでも倒せねえぞ、やられたいのか。でもウルト溜めてんだよなこいつ。おーめっちゃいい感じの距離感やんけこいつこいつ、やっぱウルトないからちょっと敵が攻撃し始めてんだが、まずい、ちょっと一刻も早くウルト溜めないと。よし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 、でオッケー、溜まったスパイク、おいおい、あの残り人数がちょっとずつ減ってきたんですけど、でもう毒もうちょ、鬱陶しいなお前コペン鬱陶しいな。で毒煙が結構迫ってきたら、えまずスパイクからやろうかなと。こいつはちょっと重罪やね。でこのペンギンがちょっと鬱陶しいな。でペンギンのレベルがちょっと高えな、ちょっと、いやとりあえずお前や、とりあえずお前や、もうペンギンだるいて、ちょペンギンやばい、もういいや、とりあえず上、落ち着け、よしここででーけえこれ、ほらもう誰も勝てねえ俺に。あ待て待てよ待てよ、おコペンが強え、コペンが強え、ひたすらに落ち着け、これ当てる当てる当てる、よし当てた、オッケー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 、勝てねえ。はいということですね、これめちゃくちゃ安定しますこの戦略めちゃくちゃ安定するんで、まああのよかったらね、あのトロタイも665とかで全然まあ勝ってたんで、皆さんもねぜひ真似してみてはいかがでしょうか。今回ご視聴ありがとうございました。